原始時代から現代までずっと踊りというものがなくなったことがない。そしてどんな民族にもどの時代にも大変なことや辛いこと悲しいことたくさん起こるんですけど、その度にみんな歌ったり踊ったり手をつないだり励まし合って生き抜いてきたっていう歴史があるので、そこに必ずやっぱ踊りの力っていうのがいろんなポイントで寄り添っていて、その力をやっぱ現代でももっともっと使っていきたいなっていうのが強くなっていきましたね。必要なものは何もないので、開けた心と体さえあれば誰でもできるという。続きまして、その横に青いワークショップというところがありますが、こちらは、世界のダンス、それこそブラジルのサンバーであるとかメキシコのマリアッチみたいな、そういったダンスをやられる方々を、呼んで、平和とかピースって検索するとなんか鳩が出てきたり、ピースマークが出てきたり、レインボーが出てきたり、なんかこうイメージがない、だからなかなか伝わっていかないんじゃないかなっていうのがすごくありまして、まあなんか僕はダンスを世界中で踊ってきたから、それをギュッと今回のフェスに集合して、そこでみんなが楽しそうに国境も越えて言葉も越えて世代も越えて一つの空間で楽しく過ごしているっていうのが一つの平和な光景かなって自分なりには思っているんです。やっぱりグループとして活動していく中で CD をリリースさせていただくっていうことは、やっぱいつかそういう空間をしっかりと作って、そこで届けていきたいっていう一つの夢があってのことなので、まあ、その夢が叶うスタートラインにやっと立てたなっていう思いがあるので、ダンサーとして大切にしている体感すること、一緒になってこう感じて知ってっていうのがすごく溢れてる空間だと思うので、実際に体験できる、体感できる、旅したような気分になれるっていうのがすごく魅力かなと思います。自分たちの信念であるダンスでアースをハッピーにっていう、このハッピー感のこの感じがそのままフェスに出るようなフェスをやりたいですよね。踊らない民族はないって宇佐さんがまず言う言葉があるので、音楽だったり楽器だったり人たちだったり、まあ食べ物も飲み物もそうですけど、それがの軸がダンスだからこそダンスアースなんだっていうふうに最後みんなで言えることを目標に作っていきたいなっていうのはすごく強く思ってるので、うん、まあ絶対最後に「いや地球ってやっぱいいよね」って言いながら帰っていく親御さんの会話とかが生まれたら最高に楽しいなって。